皆さんこんにちは、フクロウです。今回はアナザーエデン、ウォーガデノンとの最終決戦をプレイしていきたいと思います。で、まあ、まずですね、ウォーガデノンは初手で四大精霊の魂をこのように召喚していきます。ちなみに1ターン目は防御力ダウンを仕掛けていきます。で、まあ、四大精霊は単体もしくは全体の各自の属性魔法攻撃をしてくるみたいですね。で、2ターン目ウォーガデノンは単体物理攻撃をしてきます。まあ、あと4体精霊の魂はそれぞれの属性の魔法を吸収するみたいですね。で、3ターン目は全体魔法攻撃を仕掛けてくるみたいですね。まあ、ただこの時点でですね、火属性と風属性と水属性がいるんで、うまいことこうターゲットを取れば全滅させることができるのではないかというふうに考えています。で、ちなみに初見なので1体残った場合どうなるのかとかはよくわからないんですが、まあ、これでやってみようっていう感じで攻めていますね。まず風倒して、で炎と土を倒して、でも攻撃が本体に集中してしまうんですが、まあ、一発で本体を倒すことができたということになります。なぜかここでね、ムービーに光り輝いて、いなくなったと思ったらですね、なんか引きの絵になって巨大化したオーガデノンが現れますね。で、ここからですね、まあカットはしていますが、17分ぐらいまで戦っている感じになります。初見なのでね、なかなか攻略を見つけるのが大変でしたね。ちなみに私の場合は水の精霊と魂を共鳴しているので、水属性耐性がついていました。ちょっと見にくいんですが、まあ、右手左手本体とあります。で、まあ、右手は単体攻撃で、本体は物理防御力アップを仕掛けているところですね。で、まあ、次のターンなんですが、左手が単体物理攻撃で、本体が混乱不要の単体物理攻撃を仕掛けているんですが、パターンというよりも、なんか右手左手本体がどれか2回ずつ攻撃するという感じになっているみたいですね。で、まあ、今度は本体が反対物理攻撃の封印付与で、右手がさっきと同じ単体攻撃を仕掛けているところですね。で、まあ、ここからはもう行動がぐちゃぐちゃなんですが、左手はね、バフ解除をしてくるという感じになってますね。バフ解除をしてくるという感じです。で、こっから、まあ、かなりの戦いになるんですが、まあ、先のことを言うと、右手の HP が低くて、右手が先にやられるというところまで進んでいきます。
で、これで右手が倒せたんですが、ここで腕が再生するということでね、腕はもちろん再生する、蘇生されるということになっています。で、蘇生されてから若干ね、行動パターンに変化が生じてきます。で、まず本体は防御力アップを仕掛けてくることになりますね。で、この後のこれが非常に厄介なんですが、グラビティフォースというので全体にかなりのダメージを与えた後超回復されるんですね。で、その後本体は単体物理攻撃をしてきます。で、まあ先ほど見たように本体はバフをかけた後超 HP 吸収をして混乱を付与する攻撃、もしくは封印付与の攻撃を仕掛けてくるんですね。このようにそのデバフの後も回復攻撃をしてくる場合があるんですよ。で、これがなんていうんですかね、本体の HP とか計算しながらランダムに出てきてるような感じになっていてですね、これを発見するまでにかなり時間がかかることになりました。まあ、ただこの後ねご説明するようにこれをね攻略する方法もまあ一応あるんですよ。なかなかラッキーは当たらないので、腕も再生したタイミングで AF を使って一気に削り切ることにしたんですね。ただ削ってもまた HP 回復されるだけなんでどうしようかなってずっと考えてるところなんですけど、まあ、この後は非常に困ったことで、今 HP 吸収の攻撃をしたんですけどね、それでもう一回 HP 吸収の攻撃をしてくるという風になっていて、2回 HP 吸収されてしまうと非常に困るわけです。ここから1回スキップして2倍速でお送りしています。で、まあ対策なんですが、バフの時に1人だけにしておいて、次のね HP 吸収攻撃の時にね1人だけダメージを受けるようにしておきます。混乱付与とかデバフの時に機械を前に出してね、数を増やしていくという作戦にします。そうすることによって相手は HP 吸収量が下がってですね、こちらは攻撃を与えて AFA 量を貯めれるようになっていきます。で、そうやってるうちに AF をね限界まで、まあ、今みたいに HP の回復量を抑えて AF を限界まで貯めていきます。HP 吸収するときはデバフをかけてるんで、まあ、左手を倒しておくのもいいかもしれませんね。で、まあ仲間がね混乱とか封印中だと AF がうまく決まらないかもしれないんですが、そういうときでもねその本体の HP が低ければ倒せるので、
に振りきっちりしとめてしまえばいいかなと思います。でまあ、こういう説明をしている間に実は AF は溜まっていてですね、で本体の HP もだいぶ減ってきているので、どっかのタイミングで AF を打ってしまいたいと、そのタイミングを見ているんですが、こうやって混乱にかけられてしまってね、いつ打つべきなのかというのをなかなか決めかねているところですね。でそうするとこうやって防御力を上げられてしまうので、まだ一人だけ出してっていう形になってしまうんですね。ただもうこれでね、回復が来ることはないと思うので、これ全員出してしまって、で1人混乱になっているんですが、3人だけでも AF を発動して、これで、ね、見事削り切ることができました。最後はですね、 AF ゲージと敵の HP 管理が大事になる、そういう戦いでしたね。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それではバイバイ。